では始めていきたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。そしてインターネットで聞いてくださっているお友達もおはようございます。こんばんは、こんにちは。今日はですね、新約聖書のヘブル人への手紙11章1節のところから契約の虹というテーマでメッセージをさせていただきます。では初めに一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、愛する主様、このメッセージの時をありがとうございます。今日メッセージを通してさらに一人一人神様のことが、神様の御言葉がよくわかるように助けていってください。聖霊様、あなたに委ねます。初めにあたり主に委ね期待してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。ではですね、最初に御言葉を読んでいきたいと思います。聖書を開いてくれているお友達は聖書を見ていただき、またここ前を見てくださっても結構です。それでは、せーので一緒に今日の御言葉を読みましょう。それではせーの。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ヘブル人への手紙11章1節、もう一度読みましょう。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。では次にですね、ではちょっと隠しますので、あ、隠れなかった。信仰は、はい、望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。はい、ヘブル人への手紙11章1節、短いからね、覚えやすいと思いますけれども、ぜひ覚えてください。はい、素晴らしい。では聞いていきますけれども、今日のテーマですね、契約の字というテーマなんですけれども、契約という言葉を皆さん聞いたことがあるでしょうか。簡単に言えば約束ということになりますね。で、聖書では旧約聖書、新約聖書ってありますけれども、これはですね、古い方は旧約、新約ってありますけれども、この訳って英語訳、日本語訳のこの字じゃないんですね。この訳なんですよ。あれとか思ったことあるでしょうか。これはどういうことかというとですね、旧約は神様との古い契約、新しい契約ってことなんですね。だから約束の訳っていう字が使われています。で、この聖書の旧約、新約、新しい契約と古い契約っていうことですが、神様が私たち人間と交わしてくださった契約のことを言っています。で、今日のお話にもですね、神様との契約が出てくるんですね。さあ、どんなものなのか、ぜひ聞いてください。先週のお話をちょっと思い出しながら聞いていただきたいと思いますが、人間が悪いことばかりして地上に悪が溢れてしまっていました。そのため神様は洪水を起こして、すべての生き物を消し去るということをなさいましたね。でも神様のご命令に従って箱舟を作り、そして家族と動物と一緒に乗り込んだノアたちは救われたんです。洪水に流されず救われました。で、高い山もあっという間に水の下に沈んで一面の海になってしまった。そういった事情をノアたちの箱舟がただ一つ漂っていました。それで箱舟にはノアの家族の他に動物たちが乗っていたんですけれども、皆さん、もしノアのようにその箱舟に皆さんが乗っていたとしたら、ノアたちの家族のように乗っていたとしたら、どういうふうに思うでしょうか。ノアたちの家族8人とともに動物がですね、いっぱいいっぱい乗ってるわけです。狭いというか窮屈なところですね。お世話するのは大変ですよね。いろんな動物乗ってるし、それであと鳴き声がするわけです。おーとかですね、いろんな動物の鳴き声が
鳥とかキキキキとか鳴いてるかもしれません。ハムスターとかもね、そうハムスターいたかな、ゾウでしょうね。鳴き声はするし、あと匂いがすごいんじゃないかと思うんです。皆さん、私なんかも動物好きなんですけども、でも動物園とか行ったら素晴らしい匂いがするじゃないですか。そのように染み切った船ですからね、匂いもすごかったんじゃないかなって実際問題思いますね。大体インコとかの匂いが、そうですね。でそれもいつ外に出れるのかわからないような感じですね。だから正直ストレスが溜まっていたかもしれません。でもですね、ノアはこの先どうなるのか先が見えなくても、でも神様に従っていれば大丈夫と信じて、そして日々を過ごしていました。神様はそんなノアを、そして一緒にいた家族や動物たちを心に留めていてくださったと創世記のところに書いてあります。で、神様が風を吹かせると地上の水が少しずつ少しずつ減っていきました。一日に一日少しずつ、そうですね。さて、ある日箱舟の底がゴツッ、何かにぶつかりました。あららてさん、あ、これ書けない、あららてさんっていう山にですね、の頂上に箱舟がゴンとぶつかったんですね。そして止まりました。毎日水は減ってゆき、周りの山の頂、頂上のところも見えてきました、ね、今まで山も埋まっていたのに水が減ってきて、あの山のてっぺんがどんどん見えてきたわけですね。そしてノアは箱舟の窓を開けて、ある動物を飛ばしました。何でしょう。鳥。そうです。何の鳥でしょう。まずはカラス。第一弾、カラスを飛ばしました。どんなだと思いますか。ほら、来た、うん、地上の水が十分にまだ引いてなかったので、カラスは窓を出たり入ったりしました。でだからいまいちだったんですね。しばらくして別の鳥を飛ばします。何でしょう。はい、よくご存知です。電子ボット。第2弾、鳩を飛ばしました。すると最初は鳩も止まれる場所がなかったんですね。また水がいっぱいあって、それで最初は戻ってきました。でもその1週間後、もう一度鳩を飛ばしますと、どうなったかというと、遠くに飛んでいって、で夕方戻ってきたんです。そしてくちばしに何かをくわえていました。何でしょう。なんかに、あれ、葉っぱ。カラスじゃないよ。失礼、飛びました。ダイヤ、人間。本当鳩はですね、1週間後飛ばしたら夕方戻ってきた。くちばしにオリーブの若い葉っぱを加えてたんですね。で、つまり水が引いた地面にオリーブの木が生えていたということが分かりますね。さらに1週間後鳩を飛ばすとどうなったと思いますか。火を戻ってこなかった。そう、もう戻ってこなかったんです。で、そのことから何が分かるかというと、何が分かりますか。水が引いた。そうそうですね。で、地上も水が本当に引いてきて、いろんなこの植物が生え始めていて、鳩が箱舟のところに戻ってこなくてもちゃんと泊まれる、住める、そういった状態に地上がなっているっていうことが分かりますね。で、それでですね、さらに神様の導きを聞いてからノアは家族と一緒に箱舟を出ます。それまでは勝手に出ないのね。で、ノアと家族に従って動物たちも箱舟からついにゾロゾロゾロと外に出ました。洪水が起きてからこの日までだいたい約1年ぐらいの月日が経っていたんですね。長い間忍耐しました。さて、地上に出たノアが一番最初にしたことは何だと思いますか。さあ、住む場所を探そうとか、食べ物だとか思ったでしょうか。何をしたと思いますか。うん、そうです、そうです。まず地上に出たノアが一番最初にしたことは、神様に祈って感謝して礼拝したのです。このことから何がわかるかというと、神様はノアはいつもいつも神様を第一としていたということがわかりますね。一番最初に地上に出た時、ノアは神様に礼拝したんですね。捧げ物をして家族で感謝のお祈りをすると、それを神様はとっても喜んでくださいました。そしてノアに神様はこうおっしゃいました。埋めよ、
増えよ、地に満ちよ、あなたたちは子供を産み地上に増え広がりなさい、そして自然や動物を治めなさいとですね、最初の人アダムとエヴァを産めよ増えよというふうに祝福してくださった時のように、神様は新しくなった地上に降り立ったノアと家族を祝福してくださり、世界を染める使命を改めて与えてくださったのです。さらに神様はですね、ノアと契約を結んでくださいました。人の心には罪があって、これからも地上の悪はなくならないってことを神様は知っておられたんですけれども、でももう洪水で地上を滅ぼすことはないって神様は約束してくださったんです。これはですね、神様はご自分の語りと言葉を本当に守ってくださる忠実な方なんですね。だから、神様が本当にこの後の子孫に至るまで人類に与えてくださった約束でした。そして神様は、空にかかる虹が私の契約の印だ、約束の印だとおっしゃってくださり、私たちが空の虹を見るたびに神様の愛と愛の契約を思い返せるようにしてくださったんですね。で、今でも時々雨の後とかね、虹が出ますけれども、本当に虹を見ると嬉しいですね。神様の愛とこの約束を思い出してください。でですね、神様は、さっきちょっと見ましたけれども、この後も人間は悪を行ってしまう、罪を犯してしまうということを知ってたんだけれども、このような素晴らしい約束をしてくださいました。それはですね、でも神様はですね、それは私たち人間が本当に罪を犯してしまう弱いものであるということを知っていて憐れんでくださったんですね。そしてこの契約を出してくださるとともに、救い主イエス様を今から約2000年前ですけれども、救い主として送ってくださいましたね。そしてイエス様を通してこの救ってくださる、それが新しい契約新約になりますけれども、このように続いていくわけです。で、今日短くこう契約の虹っていうのを見ましたけれども、神様は本当にご自身が語られた言葉を本当にその通りに守ってくださる方です。そしてノアのように神様のおっしゃることに聞いて信頼して従う、神様に従う人たちを本当に祝福してくださる方なので、そのことをぜひ覚えてください。だから皆さんも神様の言葉を受け止めて信じて、そして罪があったら悔い改めて救い主イエス様を信じて、イエス様に頼って、そして神様の御心に従って歩むものとしていきましょう。その中で皆さんを神様が本当に祝福してくださいます。それでは、今日の御言葉をもう一度読んで終わりたいと思います。じゃあせーので読みます。せーの。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。見えている手紙11章です。はい、感謝します。ではお祈りします。愛する天のお父様、愛する主様、今日はノアのことから契約の虹ということで、神様が本当に約束してくださったこのことを学ぶことができました。ありがとうございます。神様は私たちに対してもたくさんの約束の言葉を語ってくださっていますが、神様は語られた言葉をその通りに実現してくださり、その通りに祝福してくださる良き方であることをありがとうございます。私たちがいつも神様の語ってくださる一つ一つの言葉を心に留めて、ノアのように神様の言葉に信頼し、神様に信頼して、またいつも神様を第一にして、神様の御心に従っていけるように助けてください。その中でいつも神様は私たちのことを心に留めてくださり、祝福してくださるからありがとうございます。感謝します。今日の学びをいつも心に覚えて、そしてそれぞれの歩みの中で生かしていけるように助けてください。この後の分給も豊かに祝福してください。神様、すべての栄光をあなたにお返しします。ありがとうございます。そしてイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではハレルヤを賛美します。立てる方は立ってください。